携帯ストップ、あ、これですか、これ僕文句でですね、あの、何でも首から下げればなくなるっちゃん、これなんか、なんで携帯を首からぶら下げるようにしたかっていうと、まあ、シンガポールに、ね、仕事に行った時に空港からホテルに行くタクシーの中に俺携帯置いてきたっちゃう。で、携帯やったら結構バタバタ現在地特定行ったらピピピンって鳴らして運転手に頼む持ってきてくれ、靴舐めるって言ってビューを持ってきてもらってギリギリやったけど、これ本当にミスったら携帯返ってこんくなるけん首から下げようと思ったっちゃう。それで首が下げたわけよ。したら首から下げてね、財布なくしたけど、今度から財布も首から下げないかん。マジやばい。クレジットカード止めすぎて本人かどうか疑われたもんね。クレジットカード会社に来てから、あの、先月も止めてらしたんですけど本当にご本人様ですかって信じてください、本当に本人なんですって泣きながらお願いしたの。そう、でも結局財布がなくした時って金とかじゃなくてカードとかの再発行がめんどくさいわけよ。結局そういうめんどくさいものはどうやるかって先になくすんや。俺保険証とかもうないもん。財布落とす前に先に俺保険証を日本でなくしとったけ困らんかったもん。クレジットカード止めるだけでいいやと思って、バリ便利。しかも俺財布なくすのプロすぎて、いつも海外とかおるときに現金2分割しようじゃん、ちょうど。こっちからなくなってもこっちの金で生きていけって、これが財布をなくすプロ。分かったらみんなも参考にした方が、よく財布なくすやつはマジ現金ずっと2分割しようと思う。だけど俺財布なくしても1ミリも動揺せんもん。インドネシアで財布なくしたとき、財布なくしたことに気づいた5分後俺サウナ入っとって、その10分後プールに入っとった。整うって言いながら。で、もう俺財布なくしたことすら忘れとったもん。こんなんやけん何でもすぐなくしちゃうね。つまり財布あげるよ。俺の落としと財布見つけたら全然お前のものにしていいよ、うん、あのね、最近の俺の財布の見上げ方は、俺の、あの、ずっとスイカ使ってたけど、やっぱ俺福岡やけん早掛けん使いたいわけですよ、うん、だから福岡帰った時に早掛けん発行してきて、でもただの、そう、早掛けんやったら他の福岡のやつと間違えられるかもしれんの、うん、Uber Eats 舐められないように名前鬼山田門左衛門にしてるんですけど鬼山田門左衛門で名前の入れたスイカ使ってますけど、でも、これ、うん、もし俺が財布パンと落として、うん、で、僕先に身分証全部なくしてるから、うん、名前が分かるのが鬼山田門左衛門しかないんですよ、うん、ってことはとんでもない名前のやつの財布拾った、交番届けようってなるじゃないですか。確かに。もうだ、もしこんなクソいかつ鬼山田門左衛門ですよ、やばいでしょこんなやつの財布どうしようってなるけん、絶対交番に届けられると思う門左衛門ってあれやろ、俺が最初に言い出したあれやろ、お尻門左衛門やろ。社長が自分の子供ができたら名前をお尲門左衛門にするっていう、あそこから持ってきた。そう、お尲門左衛門にしようと思って。ウーバーイーツで鬼山田門左衛門に変えてからめっちゃちゃんと持ってこられるようになった。いいね、やっぱ名前で配達員は態度変えとる。じゃあ俺もなんかウリタ純氏にしよう。ずるっ、めっちゃいいやん。確かに名前ウリタ純氏にしとけば絶対に絶対ちゃんと届けよう。届く。たまにキャンセルされるわけよ。そう、いや、しかも意味わからんキャンセルとかするじゃないですか。いや、そう、あん、た、頼んで20分後とかにそろそろ届くかなと思って見たらキャンセルされとったりすると、そう、早う言え。いや、こうとか時間が伸びて1時間待った後にキャンとかやるから、そう、なる。でも一回マック頼んだ時に、うん、マックで頼んだ牛乳が入ってなかったんですよ。で、うわ、でも喉乾いたし、これ一応マックに電話しようと思って、うん、もしも先ほどウーバーイーツ頼んだものなんですけど、あ、お名前どちら様ですかって言うと、鬼山田門左衛門なんですけどミルクが届いてない。死ぬほど恥ずかしい。バキに出てくるやん。鬼山田門左衛門ミルク届いてないわってなってすぐ持ってきてくれたって。